こんにちは。小雨が降るこちら大阪伊丹空港に来ています。今日は熱帯低気圧の接近により大阪では朝から雨が降ったり止んだりしています。離陸しようとしているこちらの飛行機は沖縄那覇空港へ向かう ANA ボーイング 777-200ER です。ちなみに今撮影しているこちらの場所はランウェイ1フォーライトエンド、通称稲川土手と呼ばれる撮影スポットです。雨の日の撮影はカメラを守りながら撮るのが大変ですが、しぶきを上げて離着陸するかっこいい飛行機が撮れるので皆さんにもおすすめしたいです。少し雨が強くなってきたので、先ほどまでついていなかった滑走路のライトが点灯したようです。侵入してきている着陸機は、東京・羽田空港からの JAL、ボーイング 787-8 です。設置してスポイラーを上げた瞬間に放物線上にしなっていた翼の荷重が抜けるのがよく見えますね。逆噴射のスプラッシュもなかなか迫力ありますね。さて、先ほどの稲川土手から少し移動して伊丹スカイパークにやってきました。こちらも伊丹空港で有名な撮影スポットです。着陸したのは羽田空港からの JAL ボーイング 767-300ER です。雨が強くなってきて視界がかなり悪くなってきましたね。このような状況ではパイロットはだんだん RVR というのを気にし始めます。 RVR とはランウェイビジュアルレンジの略で、滑走路上のパイロットが見通すことができる距離を表します。CRJ700ER です。 RVR については離着陸時に確保しなければならない値が決められています。そのため視界不良時にはパイロットは管制官から RVR の情報を教えてもらって、空港が安全に離着陸できる状況かどうかを判断しています。羽田空港からの ANA ボーイング 767-300ER です。もういよいよ目の前がほぼ真っ白になってきましたが、こんなんで離着陸できるのかって思いますよね。まあ驚くべきことに、これくらいの視界不良だったら案外いけちゃうんですよね。必要な RVR の値はそれぞれの飛行機の条件等によって違いますが、
目安としては離陸時は 800m、着陸時は 550m とかです。550m と聞けば、まあ確かにそんくらいだったら今見えてるかなって感じですよね。なんでそんなに視界が限られていても着陸できるのかというのは、計器着陸装置というすごい技術の賜物で、空港からの電波を頼りに適切な経路、高度で滑走路まで飛行機を誘導できる仕組みがあるからです。東京羽田空港へ向かう ANA エアバス A320neo が離陸です。ほぼ真正面から瞬間的に32ノットとかの爆風が吹いてたので、早く浮いちゃったんでしょうか。視界が限られていても着陸に関しては案外いけるという話をさっきしましたが、離陸についてはそうはいかず、自動着陸はできても自動離陸はできないみたいな話とも関連するんですが、離陸では人間が目で見て判断することが着陸より重要視されているため、RVR も目安としては 800m と、一般に離陸は着陸よりも視界が必要だということになっています。着陸したのは札幌新千歳空港からの ANA ボーイング 787-8 です。さっきの真っ白かったのが熱帯低気圧の本体の雲だったようで、30分もすればかなり穏やかな空模様になってきました。新潟空港への JAR エンブラ LE170STD が離陸しました。さて、こちらが今回の動画で最後の機体になります。沖縄那覇空港からの JAL エアバス A350-900 です。激しい雨風は収まったように思えたものの、不安定な気流の影響で設置が遅れてしまったようです。実は視界が真っ白になり始めたくらいから、無線ではウィンドシア警報が繰り返し伝えられていたんですよね。ウィンドシアとは、局地的に風向や風速が急激に変化する現象のことで、離着陸時において事故を誘発しうる非常に危険なものです。飛行機がウィンドシアに入らないように、空港側と機体側両方に探知機がついていますが、出たり消えたりが激しいものなので、全てを探知するのは難しいんだと思います。 Go Around した A350 が再び侵入してきました。無事着陸できたようですね。それでは以上、ご視聴ありがとうございました。